静岡市清水区で成長を続ける地元の食品会社が、地域貢献の一環として昨日、地元の小学校に教育物資を寄贈しました。これは清水区に本社がある稲葉食品が地元の小学校を支援しようと教育に必要な物資を送ったものです。昨日は稲葉食品の稲葉啓太副社長から小学校を代表して6年生の松永沙羅さんに防犯カメラや電話機など700万円相当の目録が手渡されました。続いて稲葉篤弘社長がリモートで講演し、グローバル企業へと成長を続ける稲葉食品の歩みについて話しました。参加した5、6年生およそ80人は熱心に耳を傾けていました。